金時山小山城は静岡県の最北東に位置し、富士山を有する人口約1.8万人の町である。富士スピードウェイがあり、1976年1977年2007年2008年に、海一日本グランプリが開催された。2021年には東京オリンピックの自転車競技会場として使用される。 静岡県の最北東に位置し、神奈川県、山梨県と接する。面積の65%が森林で占められている。富士山の裾野の豊富な湧水があるため、標高の高さにもかかわらず棚田による稲作が盛ん。東西に細長い形をしており、東部は金時山と丹沢山地に挟まれた谷を鮎沢川が流れ、その流域のわずかな平地に中心市街地を形成する。 西部の椿地区は標高800メートルの高原で気候は冷涼であり、ここから富士山椿口登山道が開設されている。中央部の北郷地区は御殿場市と富士山の麓の平野を共有している。北側は丹沢の山間地となっている。なお、富士山町から麓にかけて接している山梨県南鶴郡山中小村との境界にはかつて未確定区間があったが、 2015年2月13日に境界確定があり、解消された。足柄峠を越える東海道は足柄路の駿河川の玄関口であり、いくつかの宿場町が発達した。また、須走地区は駿河や相模と甲州を結ぶ宿場町が発達した。なお、江戸時代は御殿場橋、裾野市と同じく主に相模小田原藩によって統治されていた。2020年、 江戸時代の宝永噴火で集落が埋没した跡が見つかった。東海道線の海通で富士宝石の工場が進出したことで発展し、寸島郡内では比較的早い時期に調整を敷くなど順調な発展を見せた。しかし、その後はやや停滞している。小山町は、ふるさと納税制度を活用し、企業誘致の財源を捻出することを計画。 2018年度には制度を所管する総務省が手法を問題視する中、返礼品に寄付額の40%に相当する通販大手アマゾンのギフト券を用意することで約249億円の受け入れ額を集めた。2019年4月に行われた町長選挙では現職町長が腹をくくって推進してきたふるさと納税制度の進め方も争点となり、 批判を行った新人候補池谷誠一が当選。同年5月8日には新町長が総務省の担当課を訪問して謝罪を行った。総務省では2019年6月1日の改正地方税法施行に伴うふるさと納税の新制度において小山町を除外したが同様に除外された泉佐野市が国との訴訟に勝訴したのを受け、 2020年7月23日付で再びふるさと納税の対象として認められた。ふるさと納税の寄付者に対する返礼品としてアマゾンで使えるギフト券を送っていたことが発覚し問題となった。ふるさと納税の管轄である総務省では返礼品の基準を寄付額の30%以下の地場産品と示しているが小山町では 寄付額の40%程度を使用して、地場産品ではない返礼品を利用。また、アマゾンはアメリカに本社を持つ企業であり、ふるさと納税の理念である、地方創生の趣旨とかけ離れている。ふるさと納税の管轄である、総務省の石田正都市総務大臣は、2019年1月11日の記者会見にて、社会的に大きな問題がある。 良識ある行動とは思えないと発言。さらに、制度的な隙間をついており、いかん、皆が一定のルールを守りながら、制度を維持してもらわないといけない。自分のところだけいいと考えたのなら、問題だと発言した。また、総務省の事前指摘を受けて、小山町は2019年1月1日から、ふるさと納税の受付を停止しているにもかかわらず、 小山町長の小宮山正秀は指摘後の新年行事、挨拶で、正月に嬉しいことがあったと寄付額の増大を紹介し、決められたルールに従ってやった。やれやれと言われて、その調子に乗ってやってきたと発言している。町内は大まかに4つの地区に区分される。東京から約100キロメートルと比較的近く、土地が安いことから、いくつかの企業の工場が進出している。 中でも富士棒は明治時代から進出している。富士スピードウェイがあることから自動車関連企業も多い。2020年には東京オリンピックの自転車競技会場として使用される予定であったが、これは新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響で2021年に延期されている。農業は稲作が中心。加えて2002年以降映画や ドラマや歌手の PV など様々な媒体に撮影地として提供し誘致している。実例としてはトミカヒーローレスキューフォースなどがある。小山町フィルムコミッションにより撮影者側のサポートを行っている。東口本宮、藤屋様神社ゴルフ場。ありがとうございます。